スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報がありますので、どうぞ。渋野日向子2020タイ合宿、プロはなぜ拠点2タイを選ぶのか。新年を迎え、プロゴルファーもそれぞれの20年シーズンへ向け本格的に始動する時期。近年では女子を中心にその拠点としてタイをチョイスするプロが増えている。一体なぜなのか。五輪イヤーの2020年シーズンがいよいよスタート。とはいえ、国内は女子の3月5から8日のダイキンオーキッドレディスが開幕戦で、1から2月はじっくりと各々の課題に取り組む時期でもある。最近その拠点にタイを選ぶプロが増えている。昨年のゴルフ界の主役で、今季は2月20日からの米国女子ホンダ LPGA タイランドを初戦に設定した渋野日向子も、今年は2月の合宿の場をタイに。他にも三ヶ島かな、深津南、有村千恵、吉本光、三井玲香など有力選手がこぞって合宿地にするなど、すっかりタイ合宿がトレンドになっている。一体プロたちはなぜタイに。暖かいからならば、暖かい場所は他にもあまたあるはずだが、そこで男子ではチャン・キムのキャディを務め、実際にこれまでの臼井麗華のタイ合宿に同行経験を持つプロキャディ井出口慎一郎氏に話を聞いた。大きな理由はタイのコースにあります。特にグリーン周り、タイはどのコースも WPGA ツアーのような難しさです。日本のコースにはないレベルでアプローチの精度を求められることが多い。少しでも精度が狂うとピンをショート、オーバーするだけでなく、様々な傾斜によって阻まれ転がされグリーンに乗せることすらできません。日本のようにグリーンの周辺にすぐラフがあり、ボールを止めてくれるわけでもないので、ショット精度のわずかな誤差がピンまでの距離に影響が出やすいためです。井出口氏以下同。そんな難しいセッティングのコースで、プロは徹底的にアプローチの精度向上に取り組むという。ピンまで20から50ヤードの距離の寄せをまずは上げるのか転がすのか、さらに上げるならどの程度の高さか、転がすならばどの程度の強度でどこにどう転がすのかまでこだわらないと、タイのコースのグリーンではピンに寄らないことが多いです。このようにタイのコースセッティングで技術を磨くことで、帰国後に自らのアプローチ技術の向上を得られやすい効果があるという。自信というか精神的安定の側面でしょうね。タイで合宿をした選手は一概には言えませんが、帰国後の国内ツアーでグリーン周りを難しいと話す選手は少ないですし、タイと比べたらと口にすることが多いですね。最初に難度の高い場所で技術を磨いてきた分、国内のコースではどこであれ優しく感じることができるみたいです。日本にはない利点はまだある。タイではドライビングレンジなどでも常に芝の上から打てる。日本では大会中でない限りは難しいコースも少なくないですから。さらにこの時期は多くのプロが体作りのトレーニングを行いますが、タイは宿泊施設、併設のコースが多く、施設内にジムのあるホテルがほとんど。日本ではホテルを拠点にコースを往復、ジムを往復といった移動になりがちですが、タイでは一つの拠点で全てが賄えてしまう点も大きな要素かと思います。プロが行うタイ合宿の意味を解釈すると、本番前にあらかじめ難度の高い場所で技術精度を高めておくことで、本番では精神的ゆとりを持って臨むことができ、さらに時間的な合理性も見込めるということになる。それだけタイのゴルフ環境は日本よりもアスリート向けということが言えそうだ。みんなのゴルフダイジェスト編集部、みんなの声、渋野日向子さん勝負に出ています。鈴木愛さんはタイ合宿ではなくアメリカのピンの本拠地ア
リゾナ州フェニックスでの約3週間の合宿です。ホンダ LPGA タイランドには毎日アンダーで回る自信がない難コースなので出場しないと言っています。2020年初戦は国内開幕戦で賞賛の見込めるダイキンオーキッドレディスの予定です。これに対して渋野さんは約10日間の再合宿後、ホンダ LPGA タイランド、次にシンガポールの HSBC 女子世界選手権、そして国内初戦ダイキンオーキッドレディスです。なんと対照的な2020年の幕開けでしょう。今シーズンの幕開けからフルスロットルで駆け抜ける覚悟です。これでいいです。渋子流を曲げずに進化していっていただきたいです。いつも応援しています。日本はコースが一番接待しちゃうからな。全部がハードになれとは言わないが、プロトーナメントで使われるコースの1つや2つくらいは超絶難易度のコースでも作ればいいのに。それこそアンダーパーが数人しか出ないようなコースをね。非常に暑いから集中力を保つのが難しい。体力も奪われる。そのトレーニングにもいいのでは。遠征は大事だけど、新型ウイルスの肺炎対策は万全なのか気になると思う。先日の桃田選手のような交通事故のリスクもあるので人一倍気をつけてほしいと思う。2013年に宮里藍も確かタイで交通事故に遭ってから快進撃が止まったので、海外遠征はメリットもあればリスクもあると思うので気をつけて頑張ってほしいです。12月から1月いっぱいまでタイはハイシーズンで雨が降らない。また気候も安定してて治安もそこそこ。日本食も宿泊場所によるがいっぱいある。プレイフィーなどのコストも安いし、いいところですよ。絶好の環境で徹底的にトレーニングを積んで、今年は国内のみならず海外メジャー大会等でさらにレベルアップした渋野選手の活躍を楽しみにしたいと思います。そういう環境のコースをぜひ作ったらいいと思う。アスリート志向、米国仕様のコースがもっと国内にもあっていい。接待に最適なコースばかりではなく、いろいろな属性のコースがあっていい。結果、アマプレイヤーもみんないろいろ試してみたいはず。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。